本日2024年、6月27日14時53分、先ほど、まあ、上新電機さんで、まあ、24型のテレビを購入しまして、まあ、今からこれを、家に、元々あった、テレビなんですけども、もうこちら、壊れてますんで、まあ、これを、まあ、輸送してもらったら、その、ガソリンとかがエネルギーの残存量問題的に、まあ、もったいないなということで、まあ、これちょっと台車に乗せて、上新電機さんまで持っていこうかと思います。上新電機さんはこの坂の上の方にあるんですけども、まあテレビといつものこのカバンとリュックを背負ってますので、まあそこそこまあ大変です。まあ頑張っていってみます。先ほどの続きです。自宅に、新しいテレビを、持って帰ってきました。24型です。以上です。まあエネルギーの節約ですとね、運搬するぐらいだったらできるだけ人間が運ぶと、自分でということです。